皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのは、この度北海道新聞のウェブマガジン、あさってキャンプというキャンプをテーマにしたウェブマガジンに、ここの FLHQ がご紹介されましたので、ライターさんには大変良い記事を書いていただけたかなと思いまして、こちらのあさってキャンプをご紹介したいと思います。店内で PC の画面はちょっと映り込みがあるんですが、ちょっと素人ながらに頑張ってますんでね、はい、では画面を拡大して内容を見てみましょうか。あさってキャンプとは、キャンプが好きになると北海道が好きになる。広い北海道にはたくさんのキャンプ場があります。ちょっと足を伸ばせば魅力的なキャンプ場にすぐたどり着けるし、車を何時間も走らせれば非日常を満喫できるキャンプサイトを見つけられます。深い森、青い海、清らかな川や湖、満天の星、そう、北海道はキャンプの島なのです。あさってキャンプとは、そんな北海道のキャンプライフをさらに豊かにするサイトです。週末の予定を考え始める木曜日、明後日のキャンプ、どこに行こう、どんな風に過ごそう、そんな時にあさってキャンプを訪れると、魅力的なキャンプ場やキャンプを楽しく過ごすための情報に出会うことができます。明後日はキャンプだというあのワクワクした気持ちをさらに盛り上げる話題をお届けします。キャンプが好き、北海道が好き、そんな皆さんとアウトドアの楽しさを共有するサイトがあさってキャンプです、はい、ね、こういう内容でキャンプ場を紹介しています。このサイトのコンテンツの中でギア&アクティビティ、ここに札幌のアウトドアショップ FLHQ サスティナビリティを徹底する商品選びとは、本編は実際にあさってキャンプのウェブサイトを訪れて読み物としてお楽しみください。関東には FLHQ の入り口、札幌すすきのを貫く国道36号線の豊平川の手前にあるショップを通りすがりに気になっている方はいませんか。アウトドアセレクトショップ FLHQ 札幌市中央区南4条4、カナダ生まれのブランドアークテリクスを札幌では先取りして展開するなど、機能性とデザインに優れたアイテムをセレクトする感度の高いショップであり、フィールドとつなぐ情報を提供する拠点でもあります。今回は店長の団蔵こと塩川雄二さんにインタビューし、お店の魅力を紹介してもらうだけでなく、アウトドアについて熱いトークをしてきましたので、その模様はじっくりとお届けします。ライター吉信さん、はい、ね、こういう店の外観とともに、はい、はい、こんな感じで私も登場いたします、はい、ね、私がお話ししたのは自分の
アウトドアのスタート、 FLHQ という店名の由来、コンセプト。 FLHQ はファースト、早く、ライト、軽く、ヘッドクォーターズの拠点の略です。先ほどお伝えしたアウトドアは常に環境破壊とも隣り合わせにあるということから、いかに自分が身軽に動くことができるか、これは自然に対してローインパクト、身軽に行動することで環境に目を向けるための余裕も生まれる。耐久性があるかどうか、そしてサスティナビリティを重視するなど、環境に配慮して作られているかといったコンセプトで商品を取り揃えています。鎌倉に拠点を置く大和道や、スウェーデンのクレッタルムーセン、はい、リサイクルポリエステルを採用、あるいはバイオマスエネルギーによる生産など、あるいは同じくスウェーデンのフーディにリサイクル率を上げた製品作りですね。そしてカナダのノバスコティア・フィッシャーマン、これはスキンケアやボディケア商品で、カナダのノバスコティア州の漁師たちが厳しい天候から肌を守るために作られたスキンケア、地元のノバスコティア州で採取できるクリーンな自然由来の成分を使用し、地域に雇用も創出、自然由来の成分が原料となっているため、川辺など自然の中でも使うことができます。ノバスコティア・フィッシャーマンの商品は、保存料、合成着色料、香料は不使用で、動物実験も行っていません。ね、そしてこの断蔵チャンネルもご紹介していただいてます。国内ブランドの大和道、ローローマウンテンワークス、はい、そうしたさまざまなセレクトしたアイテムも紹介していただいてます。私がよく持っていくストークのクッカーと、札幌発のムニークのテトラドリップ、これはストークのアルコールバーナーとミニークの X メッシュストーブ、ごとくですね、これを組み合わせて使っています。いかがだったでしょうか。どうぞご興味がありましたら、北海道新聞のウェブマガジン、あさってキャンプ、訪れてください。今回は FLHQ をご紹介していただいたウェブサイト、あさってキャンプのインフォメーションでございます。よろしかったら、あさってキャンプ、お楽しみください。ありがとうございます。